MNSPATV ナックバイブザナティレイディオショー鬼玉月曜日バカボン鬼塚と乃木坂46の斉藤優里でお送りしております。さあおいよ本日のスペシャルゲスト乃木坂46の若月由美さんと新内麻衣さんです。よろしくお願いします。ご挨拶を。はい、皆さんこんばんは。若月、乃木坂46の若月由美です。最近どら焼きにハマってます。おいオッケー、どら焼きオッケー、おいしいよ、どら焼きおいしい、あんこ。はい、じゃあ2期生最年長の新内麻衣です。 OL やってます。イエー、 OL お疲れ様、月曜日から。そうでございます。ということでございます、はい、新内麻衣さんは、はい、この鬼玉初めまして。初めましてです、ね、嬉しい、ありがとうございます。その、もう若様はもうね、はい、いつも2回目、もういつも2回目話にもいっぱい出てくるから嬉しい。そう、分かんなくなっちゃうね。若様、若月さんはもうどっちかっていうと、もう本当身近な感じ。嬉しい。出身もそうですね。出身もそうです。静岡でございますから。静岡仲間で、静岡仲間で、静岡仲間でございますからね。新内さんもちょっと一つ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか埼玉、埼玉です。わお、これ地元の友達とかも今めっちゃ聞いてると思うんで。地元の友達聞いてると思いますよ、本当に。本当に聞いてるんですよ。いや今日みんなに連絡したら、なんか海玉出るっつったら、えマジ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 っていう。うわ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 、そうなの、出てるよ。まいちゃんの友達出てるよ。新内まいちゃん出てるよ。めっちゃいい。一応ね、こう言っといてね。ありがとうございます。やっていこうかなと思いますけど。番組関連のツイートはシャープ鬼玉795のハッシュタグをつけてどうぞ。ということでございましてね。ちょっと一枚ちょっとメールを読みますと、はい、これなめろう。ナメロアット偽りのファミタン。偽ってんのかね。おい。何？オニニャン、ユンニャン、ユンニャンになってる。ユンニャン。オニニャン、ユンニャン、ワカニャン、シンニャン。月曜スタッフのミナニャン、こんばんニャン。もうニャン。今夜のゲストである若様とマイチューンといえば、3月27日金曜より東京原宿にて期間限定でオープンする乃木坂46カフェ2015命は美しいですね。マイチューンはカフェマネージャー、若様はグッズデザインを担当しているとのことですが、2人から見て今回の乃木坂46カフェの推しポイントなどありますか、ということで。ちょっとなんか、そうなんですよね。はい、そうなんです。3月27日から原宿でやらせていただくんですけど、ウィウィウィ、おすすめポイントはですね、そうですね、今日この前のカフェより大きくなって、さらにさらにパワーアップして、なんか前回は私が勤めたって感じなんですけど、今回は乃木坂全体でカフェを囲ってる感じなので、立ち上げそうなね、すごく楽しめると思います。ちょっとなんかあれですよね、カフェマネージャー、カフェマネージャーなんですよ。カフェマネージャーの顔になってるよね。厳しくなってる。もういでたち、雰囲気がカフェマネージャーです。本当ですか。このまま調子で頑張っていきます。何を戸惑ってるんですか。何を戸惑って。緊張しちゃって。ちなみにカフェマネージャーってどういうことをするんですか。そうですね。仕事としては。カフェの全体像とかを決めたりとか、メニューを決めたりとか、ドリンクメニューも決めているし、いろいろアンケートもしたしね。そう、アンケートしたりとかして、あとメンバーに。メンバーにです。メンバーにアンケート取って。メンバーに食べたいものとかのアンケートを取って、それをマイチェンがまた提案してっていう。へえ。すごい。じゃあ窓口になってた。そうです、毎日メンバーと、ね、そっち側のカフェを運営する側と、ちょっと窓口になっていろいろ働きかけをしたっていう。あと実際にも店舗に立ったりするので、ぜひ皆さん会いに来てくれたら嬉しいです。なるほどなるほど、はい、これすごいですね。フードメニューやドリンクメニュープロデュースでしょ。はい、中ので、若様はデザイン、はい、そうです。カフェ限定のオリジナルグッズとかがあるの。はい、はい、そうです。今回ポロシャツと T シャツとマグカップとトートバッグと結構たくさんあるんですけど、全部買わなきゃいけねえじゃねえか。そう、全部もう違うデザインにしているので、ぜひぜひ今回は結構力入れて、寝ない夜もあったくらいなので。寝ない夜もあったくらい。何でしょうね、そのあれ、なんか断っちゃった。そう、寝ない夜もあったな。そう、寝ない夜もありました。デザインってほら、さ、ね、自分でデザインを決めなきゃいけない時って制約がある中でデザインするから、こうしたい、ああしたいは、とりあえずこれできるだろうかみたいなのも聞かなきゃいけなかったり。
そうですね、するでしょ。もう毎回会議して、でこういうことまでできるんですか、はい、って聞いて、もうすごいです。色パントーンは何個あってとか。そうでしょ。その色もね、出来上がってきたサンプルとこうやって見比べるとちょっとイメージ違うんですけどって。そうなんです。もうちょっとこの色に近づけてもらっていいですかとか。すごい、もうみっちり決めました。そんな中でちょっと一押しは何ですか、はい、ちょっとこういうこと聞いた、まあみんな一押しでしょうけど、はい、デザインの中でこれはちょっといいなっつうのは。今回はデザインにバーコードっぽいモチーフで作ったものがあって、実はそのバーコードの文字をよく読むと、命は美しいっていう言葉が書かれてたりとか、下に数字がバーコード風に書いてあるんですけど、その数字にもきっちり発売日とかいろいろ意味があったりして、あ、なんかいいね。ぜひチェックして。ちっちゃいおしゃれだね。そうなの、かわいい。絶対いいじゃん、それ。ない感じで、ね、そのバーコードが必ずどっかにあったりとか、グッズには、はい、あってます。ポロシャツの下にとか、下にとか、あとマグカップの下にとか、うん、ちゃんと全部おしゃれ。ちょっと考えたね、若さ。さすが寝ない夜。さすが寝ない夜もありましたから。寝ない夜もあるよ。なんか朦朧となりながらバーコードって書いてある。バーコード、朝起きてこのバーコードってなんだろうって思って、なんとなく出してみたら通ったみたいな、そんな感じです。ちょいちょいで、いやでもなんかおしゃれっぽい感じでいいですね。全部欲しいわ、グッズ的にはね。これはカフェに行かないと買えないんですよね。そうですね。そうですよね。他にもそのカフェの中ではなんかいろいろあったりなんかするんですか。他にもそうですね、映像が流れたりですとか、あとメンバー一人一人のパネルがあって、そこは直筆のサインとか、ウェルカムボードがあるので、そういう楽しみとかもたくさんあるので。へえ、そうなんだ。その映像が、この前の透明な色が発売、アルバムなんですけど発売されて、それが一昨年の代々木のライブの映像の最初の60分しか入ってなくて、はい、でその60分後の映像を乃木坂カフェ内で流すっていうものもあって、だからご飯食べながらそのライブ映像を見れたりとかするので。それ重要な情報じゃん。そうなんですよ。そうこれ大事です。そう、それを言おうと思ってて。これすごい大事で、そう、結構後の方に言うやつですよね。いや、今言っていいんじゃない。今のタイミングだから。今のタイミングだから。だってカフェの話出てるやん。そうだ、鬼玉のねゲストコーナーを見くびらない方がいいよ。すごい今変な汗出てきてます。鬼玉のねゲストコーナー、後に行けば後に行くほど細くなっちゃうから。そう、大事なこと、大事なことは先に言っといた方がいいんだよ。言ってきましょう、マネージャー。よかったよかった。聞いてんでしょ、いつも。聞いてます。聞いてれば分かるはずよ。すごい、後半すげえ細くなるから。もうマネージャー必死にこの台本通りに行こうと思って。もう予定帳は予定帳と思って。いや、もうダメダメ。予定帳はぶっ壊して。私だからいつ来るんだろうって思って、その話誰か言うのかなって思ったら来ねえよって思って。じゃあ何、じゃあ見れなかった映像が見れちゃうわけね。そうなんですよ。カフェ内で。そうなんですよ。60分後来た人にしか、うわ、来た人しか見れないってわけだ。じゃあお家で見て前半っていうか入ってる、この後半をカフェで見るって形になるわけで。カフェ来る前に一度見ていただいて、ちょっと一度見といた方がいいってことだ。はい、これ欲しかった情報。大事です。いただきました。ありがとうございます。でもこれあれなんですね。カフェは簡単には行けないの？そうですね、チケット制に予約、のそうです。はい、でもまだまだ全然チケット残ってるそうなので、はい、あ、そうなんですか。すごくまだまだたくさんあるので、場所が旧プラザ原宿、はい、7階エリア9、はい、これ東京メトロ中央田線副都心線明治神宮前駅出口7番から出て徒歩1分です。はい、で期間が3月の27日、3月27日から5月10日まで。うわ、俺の誕生日の1日前だ。あ、そうなんですね。5月11日なんですけどね。あ、おめでとうございます。5月10日まで。5月10日まで。でこれはそのあれなんですか、モニターで映す映像はそれぞれ5回、はい、1日に。そうですね、ランダム。ライブの映像だけじゃなくてメンバー一人一人のインタビューとかもあるので、おうおう、何が映るかわからない。ここでしか見れない映像だ。はい、そうなんですよ。まさにそうなんですよ。でこれは予約しないといけないんですね。そうなんです。チケットを手に入れないとダメってことだ。はい、そうですね。ねえねえ、チケットはどうやって手に入れればいいの？チケット
詳しくはく、オフィシャルホームページにチケットそっちかぜひ詳しくはオフィシャルホームページを見てくれみんなよろしくお願いしますよろしくお願いしますまだチケットねあるみたいですからね、はい、まあまあここら辺行けるかなとかね、はい、5月10日ぐらいだと例えばゴールデンウィークそうですね挟みますから、はい、なんかねちょっとゴールデンウィークは東京遊び行こうかなっていう人はぜひちょっと、はい、いただきたいです。早めにチケット取って、はい、ね行っていただきたいと思いますね、はい、4月にはあの、うん、アンダーライブもあるのではいはいアンダーライブの、うん、かぶってる人かは、うん、あの、うんカフェ行ってアンダーライブとかいうのも多分すっごい楽しいと思うのでさすがマネージャーだねカフェマネージャーいやそこら辺もちょっとねそうですちょっとあのこの動線というかそうなんですよそこら辺もちゃんと示しといた方がいいもんねそうですよ六本木からあの明治神宮前に行けばたどしいのそこマネージャー待てたどしいのそうですよ、はい、乃木坂46アンダーライブサードシーズンは、はい六本木で行われますね、はいゼップブルーシアター六本木はい、4月の14日火曜日15日水曜日16日木曜日17日金曜日18日土曜日19日日曜日全8公演、はい、ということでこちらの方も、はい、いい感じのライブになりそうなんでしょ、はい、なりそうです。まだリハはしてないのでほうほう全く何も言えないんですけれどもまあセカンドとありましてまたサードと来たので、うんうんうん、さらにパワーアップしたものが絶対見せられると思うので今日言ったんしっかりしてるね。なんかしっかりしなきゃって今思ってすいませんカフェの話があったからしっかりしなきゃダメだと思って。本当そうですよね。ついつい行かなくて大丈夫ですか、まあ、ついつい行きますよ。行きます行きます。ここで行こうと思ってたんです。ちょうどここでね。よかったです。いつもの通り、はい、マイクの前で何か言いますと、はい、パーンと返答が返ってくるシステムになっております。はいなんか決めたいことだったり、はい、教えてほしいことだったり何かあります？そうですね、うん、その先ほどの乃木坂カフェ内で流すって言った60分以降のライブ映像の話なんですけども、はいはい、それ以外にも乃木坂カフェで流す乃木坂関連の映像で、うん、これあったけどちょっと NG になったなっていう、はい、なんかものがあったんですよ、うん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 、それをぜひあの皆さんにお聞きしたいなと思います。ちょっと言ったん今日しっかりしてるないつもしっかりしてないんでここら辺でしっかりしてないちょっとねそうなのねそうだからつまりね NG になった本当カフェの中で流す予定で、はいはいだった映像だけど、うん、NG になった映像は一体何なのか、はい、あの乃木坂カフェなので一応乃木坂に関連して NG なもので、うん、それだねそうやっぱりそれなんだよやっぱりそれなんだよこれ乗っていただいてよあそれ乗るやつ乗っても大丈夫だけど急に始まる乗るのがめっちゃ難しいあ、乗っちゃったよ乗ってますかパパパパそうなんですねそのカフェ、はい、ぜひちょっと皆さん行っていただきたいと思いますけれども、はいはい、ちょっと最近お二人のこと聞いてみたんですけど、はい、若槻さんは最近家を出るようになりましたってどういうことですか？あの前回来た時にですね私あんまり家を出ないっていうインドア派だっていう話をしてちょっとさせていただいたんですけど、うんはいはいはい、最近なんかすっごくインドアっぽい匂いしてるもんね本当ですか？インドアっぽいなインドアっぽい、うん、インドアだったんですけど、うん、最近めっちゃアウトドアで、なんで最近は時間を無駄に過ごしちゃいけないなって考えるようになって、あ、えらい。そうなんです。もう使える時間はとことん使っていこうと思って、いい、それいいよ。そうなんです。で、自分に対するご褒美とかもいろいろするようになったんですけど、えらいえらいえらい。秋元真夏っていうメンバーと一緒に最近ご飯行ったりとかすることも多くて、岩盤浴によく今日のマルケツのネタね。今日のマルケツ岩盤浴なんだよ。あ、そうなの？そうなの。岩盤浴に行ってますね。そうなんですか、はい、いやいやいや、なんか外に出るようになるって大事なことですからね、はい、意外とだってちょっと疲れるけど収穫あったりするじゃん。あ、しますね。刺激があったりなんかするもんね。いろいろと日に当たらない生活を普段するので。日に当たらない大丈夫かって思いますけど。暗い方が好きなので。なるほどね。はい、新内さんは、はい、OL してます。OL してますね。今日も朝から行って、うん、5時の定時で上がって、はい、そこから暇を潰してここに来てます。暇を潰して。ちょっと時間空いたから。結構時間あったんで。そうなのよね。アフターだよね。アフターファイブ。頑張ってらっしゃるっていう感じでございますけれども、はい、さあちょっと
ここで曲に行かないと。そうですね。ね、かけてないので、行けませんので。そうですよ。じゃあ曲に行きたいと思います。曲の紹介をお願いいたします。はい。じゃあ3月18日リリースになります。乃木坂46、11枚目のシングルです。それでは聴いてください。乃木坂46で、命は美しい。お聴きいただきましたのは、いいですか？あさってですよ。あさって18日水曜日にリリースになります。乃木坂46、11枚目のニューシングル、命は美しいでございました。はい。いい曲ですよ。ああ、嬉しいです。そう言っていただいて。ちょっとこれ。やっぱ聞きどころはどこですか？この曲はですね、結構歌詞は、タイトルもそうなんですけど、命について歌ってて、はい、結構重いなとかっていう印象があるんですけど、曲調自体はそんなにバラードっぽくゆったりしてっていう感じでもなく、うん、あとパフォーマンスが結構激しめなダンスなんですよ。はいはいはい。なので、見ましたチラッと。あ、本当ですか？はい、ありがたいです、はい。品格を感じました。本当ですか？このダンスっていうワードハマってるでしょ。そうですね。でも本当に乃木坂46の、はい、全体的なイメージもそうだし、うん、はい、パフォーマンスもそうだし楽曲もそうだけども品があるよね。嬉しいです。すごくこの品って大事だなって思う、うんうん、こんだけアイドルがいる中でこの品格持ってるアイドルグループってないです、はい、他に。ありがとうございます。だから大人も聴けるんですよ、はい、女性も聴けるんです。はいね、これなかなか難しいですよ。あ、そうなんですか。一部の人には熱狂的なファンを捉えることはできるけど、はい、全体的な品格ってねなかなか持てないもんね、グループの ね、 いやー、ということでぜひ皆さんね、あさってリリースになります、はい、11枚目のニューシングル乃木坂46の命は美しい、はい、ぜひ手に入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日は乃木坂46の若月由美さんと新内麻衣さんに来ていただいておりますが、はい、さあカフェですよ。ね、もう一度言ってきましょう。はい、この情報ここ初解禁らしいじゃないですか。そうです。そうなんです。このカフェでそのいわゆる未発表の映像が流れるっていう、はい、ね、そうですよね、ライブの映像もそうだし、はい、ね、はい、これが流れるっていうこの情報ってここ解禁だったらしいですね。初めなんかよくファンの人からすごいなんか質問で、うん、その映像って何っていう話をよくなんか、はい、聞かれてたらしいんですね、はいはい、でだからここで初解禁しようということで代々木でのライブ映像60分後未発表のが放送されるよというと、うん、はい、それだけじゃなくてインタビューとか、そう、他にもありまして、うん、そういうようなスペシャルな映像も流れるということです、うん、ここでみんなそうなんだっていうことで教えてあげて、みんなにね、もう拡散しよう、うん、そうです、拡散、そう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 、そういうことなんだ、はい、ということなんでございますけれども、はい、ぜひねこのカフェ、はい、もう一度言っときましょう、はい、乃木坂46カフェ2015命は美しい、はい、ですね、旧プラザ原宿7階エリア9にて、はい、3月27日金曜日から5月10日日曜日まででございます。はい、はい、映像はまあ各5回、まあ、1日に5回程度流れるそうで、はい、そうですね、ランダムにね流れるそうでございます。はい、チケット制です、カフェに入るためには。なので、はい、あれでしたっけ、詳しくはホームページまで、これです、オフィシャルホームページまでよろしくお願いします。これでございます。新内さん、いい仕事しました。ありがとうございます。昼を終える、そして夜この仕事しました。ありがとうございます。報告大事です。あ、大事ですね。報告大事ですからね、ぜひぜひカフェの方チェックしてください。それからまあ乃木坂46のアンダーライブサードシーズン4月14日15日16日17日18日19、全8公演、ゼップブルーシアター六本木、よろしくお願いします。こちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、じゃあちょっと最後に聞いてる皆さんにちょっとメッセージオーバー、はい、はい、はい、じゃあ譲り合ってる場合か。はい、ごめんなさい。はよ、はい、若月由美、今回2回目の出演になりましたけれども、3回目は今回カフェのことでいっぱいお話しましたが、はい、個人としてまた戻ってこれるように、そうね、呼んでいただけるように頑張りたいと思います。今日は聞いていただいてありがとうございます。はい、はい、新内麻衣です、はい、すごいド緊張の中始まったんですけど、うんうんうん、すごい話しやすくて楽しかったです。いい思い出になりました。いい思い出。また来てよ。また来ます。思い出ですね。またぜひ来させてください。そうね、はい、はい、向こうにたくさん何NG になった映像ネタ来てますよ。直子の部下はカフェの NG になった映像はカフェマネージャーが売り上げ金を数えてる映像とか、マルコロースはメンバー同士の激しい殴り合いとか、ないけど、いろいろ向こうにありますので、はい、面白いなと思ったやつ1個ずつ選んでください。はい、
それでは最後にもう一曲いきましょう。曲の紹介をお願いします。はい、それでは乃木坂461枚目のシングル「命は美しい」のカップリング曲のアンダー曲で、それでは聴いてください。乃木坂46で「君は僕と会わない方が良かったのかな」というわけでございまして、今夜のゲストは乃木坂46の若槻由美さんと新内眞衣さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。